やなっち、はい。すいません。忘れてた。次ね、男の子からも来てるんだけども、ラジオネームリッキーくんから、柳田選手のコミュニケーション術について質問があります。日本代表ではキャプテンを務めている柳田さんですが、コミュニケーションの取り方とか、コミュニケーションを取る時の意識をしていることなどがあったら教えてくださいって書いてありますね。まあ、キャプテンそうでですすかね。ね、まとめなきゃいけないから。まあ、僕は、取材とかでも話してるのは、なんかあんまりこう、なんだろう、キャプテンで任命されたから、じゃあやるっていうことがあんまり好きじゃなくて、じゃあそれはじゃあ今までやってなかったってことだし、なんかもうそれは多分もともとできるのに、やるとしなかったってことだなって僕は昔から思ってて、なので逆に言うとキャプテンになったから、じゃあ特別これをやろうっていうことは正直あんまりないんですよ。例えばコミュニケーションとかも、じゃあキャプテンだったから、じゃあ増やそうとかじゃなくて、自分が必要だと思うことをちゃんと選んで、そういう人と話をしたりとか、それはキャプテンになっても、逆になる前でも変わらないと思ってるので、なんか、まあ、キャプテンって、なんか自分にとってのキャプテン像的なところを聞かれるんですけど、やっぱり逆にこうキャプテンっていうのは、やっぱ周りの人あってのキャプテンっていう、まあ、要は、ポジションが成り立つわけで、そういう意味ではこう、周りの人とこう、ちゃんとコミュニケーションさえできれば、どんな立場でも、の人でもキャプテンってなれると思うし、僕はもう逆にそれを信じてきて、実際こう慣れてるので、なんかこう特別キャプテンだからこうしようっていうよりは、今までの自分らしさをこう言葉にしたりとか、こうボディーランゲージ出したりとか、そういうことをまあ常に重視はしています。